皆さん、おはようございます。マーティンダー、メラクルキンタです。今日は、まだ私、独身ですので、はい。結婚に向けた話をしたいと思います。まず、未来はどういう風になるか。まずは、仕事、家庭、マイホーム、将来の夢。あとは、優先順位をつけて、あとは二人で話し合うことが大事でございます。あと、まあ、仕事を続ける場合は、やっぱり、圧倒的に多いのが続けてほしい。お金ですね。転職する人も確かに考える人います。辞める派は、介護とか出産によって、いろいろどちらか夫になるケース。主婦ですね、専業主婦。 家族構成は確かに子供がいるイメージ。夫婦のみだといろいろ夫婦だけで過ごすイメージ難しい。二人の自由時間が欲しい。私子供あった方がいいです。二人くらいは攻めて欲しいな。マイホーム買う派と買わない派、それぞれライフスタイル。やはり貯蓄ですね、いろいろと。はい。私マイホームも欲しいなとは思う。家事はこれ、分担は難しい、ベスト。まあ、いろいろ話し合ってで、ね。趣味の時間もやっぱり大切にしたい私もね。ボーリングですね、やっぱり私は。はい 家族との付き合い、年始の挨拶、お墓参りとか、いろいろ多いですね。はい。あとは、まあ、お金の家計、まあ、難しいです。はい。金銭感覚、難しいもんでございます。はい。家計管理とか、やりくりが大変難しいです。はい。二人で結婚式、二人の結婚式、どういう風にないか。まあ、私も記念に残したいし、いろいろ挙式あげたいっす。はい。これ、まだ招待されてないけど、はい。 まあ、こんな結婚式スタイル。フォトウェディング、少人数のウェディング、二部制ウェディング、あとは挙式あプラス会食、あとはオンライン、あとはリゾート、レストラン、あとは、えー、挙式プラスアルファ。私も早く結婚したいです。あとは婚姻届出す際も本当に時間かかります。私も必要な書類出さなきゃねはい。私も婚姻届け早く出したいです。はい。あとは、えー、住所変更の手続きもいろいろあって、運転免許証マイナンバー、 銀行口座、クレジットカード、えー、あとはまあ、パスポート、生命保険。あと、電気、ガス、水道、郵便物、インターネット、固定電話、携帯電話、ケーブル、テレビ、新聞、転出届け、転入、転居届け、いろいろです。あとはまあ、こそ、子供の出産の手続きも本当に大変ですからね。はい。早く段取り覚えないとね。私も早く結婚したいです一日でも早く。はい。 私とお付き合いしたい方募集中でございます。はい。以上です。バイバイ。